はい、じゃあ続けてやっていきます。ガーディアン・オブ・ライトですね。よろしくお願いします。前回ちょっと前回の動画を見直していた時に、これ戻れなくなってますね。お墓参りをね、ちょっと一つしていなかった場所があるんですけど、どうしよっかな、やり直しできるかな、いつか最終回とか迎えた後に、行けてないお墓参りとかできるといいのかなと思うんですけど、これあれですね、棺の上で暴れたから褒められてるんじゃなくて、ちょっと動画にして見えるかわかんないですけど、アイテムがねあるんですよ、ここ中に。多分近づくだけで取得しているんだと思うんですけど、もしジャンプしてなんかアクションを起こさないと手に入れることができないんだとしたら、バチ当たりですね。俺だからできる、許される行為、許されるというか、俺は構わない。なんかここ危ないな、この辺とかさ、危なくね。あ、早速ドッジロールで逃げようぜ。逃げられるよね、よし。おい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 、で、またあからさまに崩れそうな、あーごめん、骸骨取れなかった、すまない骸骨。お、開いていく、いいのかい、大丈夫かこれ。やりはさせないんで やるじゃない、まんまと騙されたな、あるじゃん。これでね、骸骨、赤骸骨取れるっていう言い訳ができるんで、こっから飛ぼう、完璧。で、あのアイテムはね、ダイヤモンド取る必要ないんで、はい、開く開く開く、開いて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 、閉じて開い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 て、で、閉じちゃって、おい、開いて開いて、開くと、まったく、おちょっと、誰だよ、砲丸投げしてんの、やめろや、こっちは槍投げだけです、手一杯ないや、この骸骨、を欲張っていく男、そんなにこだわってはいないけど、おい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 、おい、ちょっと、ちょっと、2枚抜きはやめろ、アスリートまがいなことするんじゃねえ、おい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 、特大、誰だよ。誰だよ、あんな球投げられんの、特注じゃねえの。これグラップルでもなんか取れたらよかったですね。鉱石、ああ別にダイヤモンドとかそのルビーとか、クリスタルでも何でも、磁力を含んでいないものはくっつくわけないか。あ、でクリアなんですかね。はい、ありがとうございます。一応終了、つか続けるでいいですね。で、ダブルバレルショットガンは当然のことが取れないと。お、毒の沼感。タイトルそのまんまですね。一応ね、この地図上ではさ、2人、ハンドキャノン。あ、グレネードかな。2人一緒にね、行動しているように見えますけど。ね、そんなことは。何これ。あ、見て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 。ちょっとお腹抱えてた。楽しい。当たらない。いいね、 BGM。 ショロトはこの付近を通ったみたいね。地図が正しければ墓へと向かっているはず。この湖の真ん中あたりのね。お、あ、急にまたステージマップ、地図によればって。俺地図持ってないんですけどって言おうと思ったんですけど、そんなことはなかったと。墓に向かったって言ったっけ。墓、え、遠くね。この地図見て、あ、墓向かったんだなっていうのはなかなかちょっとすごいですね。名探偵じゃないと考えられないと思うんだけど。もう爆発しろよ。あ、本当に爆発系なんだ。あ、いいね、ちょっと雰囲気出てるね。ちょ、爆発しないんですけど、燃やすぜ。やっぱ植物に、あれ植物俺燃やしちゃってる。え、
え、そういうことあるの？あ、ちょっと待ってよ、なんでさ、植物復活してんの早くない？どんだけ環境汚染しても大丈夫ってことじゃん、俺。あ、でも毒だから汚染はまずいのか。あ、汚染っていうかその、え、あー、また君か。燃やす、燃やす手間も省けたようだな。で、これ勝手に燃えてる木って、ってことはこの毒ガスらし、おい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 、いっぱいいすぎ。この毒ガスにその物を燃やすっていう酸性のものがあるのかな。嫌じゃね。いや、まあ燃やさなくてもいいんですけど、そのアシッドアタック的な細菌マジ危ねえからな、本当に。何のね、言われもなくても何かするとね、アシッドアタック食らう可能性ありますからね、本当気をつけましょうね。気をつけようがないんだよな。やっぱその感覚の違いとかさ、これ登れるかな。いけんだよな、これ。でもそっち行くのか。あ、でもこう行ける。あ、けど別に普通に登ればよかっただけね。感覚のね、違いとかっていろいろあるんで、ごめんね、ステージマップを見たかったんだ俺。あー、うんうんうん、だとこれだと正規ルートがこっちになるんで、墓があるとしたらこっちかな。なるべくね、行けるときに行きたいので。あー、やっぱりな。あ、悪いけど俺墓行くからね。まずは墓参り。あー、お墓の中にも酸性の植物とゴルフボール、拷問ゴルフボールがあって、このゲームの、なんだっけこれ、炎。炎はもう完全にね、ララさん丸焼きになるんで、ララクロフトの丸焼きになるので、えぐいですね、まったくよ。怒ってないよ。さて、どうするか。まあこのゲーム、あの、死んでもね、全然大丈夫なゲームなんで。ん？あ、これをこうしてこうじゃ。何？俺何人食らったの今。あ、まあやっぱ爆発するよね。ちょっと待ってね、爆発したとしてもこの弾、そう、復活するんすよね。あなたってそういうとこあるからね。俺も死ぬ。ちょっと待ってね、これ場所悪いね。ここをこの辺にしてあげて。あ、ちょっと転がりすぎなんですよ。あのさ、こんだけイガイガがあるんだからさ、ちょっとは止まれって言って。あ、ごめん、登られんだけど。ん？爆弾、その酸性のもので爆発するわけではないのか。どうやってこれ持ってく？上に登らないじゃん。ちょっと待ってね、爆風がもしかして少ないとかあんのかな。確か俺装備でさ、爆弾弱いんすよ多分。爆弾の威力マイナス1だから、これがもし悪いんだとしたら、まあスピードボーイになりまして、なんか新しいやつあった？石のフクロウなんてあったっけ。まあ何でもいいですね。なんかびっくりマークついてるんですけど、あ、ページこっちか。石の矢。あ、また爆弾。爆弾弱くなるとちょっとあんまりね、良くないんで、一回これで爆発させてみようか。これで上飛んでっちゃうと、あ、いかねえな。となると、なんか別の方法がありやすか。でも別の方法ってなんだ？さすがに岩のボールはさ、あの、飛ぶわけないんで、ここから間近にこうつけて、いや、いかなくね。もしくはまあ、あー、じゃあ例えばね、
真下？真下だったらすげえ飛んでくとか、そういう可能性もあるんで、まずこの辺に置くでしょ。で、俺がこれをこういうふうに転がしてって、ああ、いや、そんなうまくいかんぜ。素直にその端っこでやれば爆発、浮くのかな。いや、行かないよ。謎がある。グラップルで引っ張るとかは多分できないから、なんかやり方があったのかな。例えばゴルフボールの状態じゃないと吹き飛ばせないとか。なんか、お前なんでトカゲがその下から出てくんだよ、おかしいだろ。あ、まずい、やりっぱなしになってる。やりっぱなしか。あ、別に俺転がさなくてもいいんだよね。ちゃんとこれゆっくりやって、ゆっくりやって、ゆっくりやって、でこれでこの辺、この辺りにして、いやー無理でしょう。で俺食らうしね、爆弾からでも。あ、これわかんねえな。ゴルフボール状態というか、この拷問器具状態から爆発させないといけなかったのかもしれないですね。さすがにこう空中でね、手を取るわけにもいかないだろうし。あ、ちょっとわかんないな。もしかしたらね、爆弾の威力アップっていうアイテムがあるのかもしれないから、そういうのがないとクリアできないんだとしたら、ちょっとまずいよね。で、俺の体力もまずいので、さっさと進みましょう。ここでちょっと時間を稼いで。やりつえーな、このやり延々と持っていきたい。あ、見よ、この土地が腐っていくにつれ鏡の力は強まる。世界への復讐が今果たされるのだ。何言っちゃってんの。またでもまたこれ画面端いいぞ。危ない。 まず回復させて。俺の体力がない。ん、ショトル、ショロトルを追って、あ、沼を目指せ。門の一つ目を見つけて開け。開きたいのも山々なんだけど、開く前にこのなんか毒のハルクみたいなやつぶっ飛ばしていいですか。邪魔なんで。まあルートがね、相手さえいれば、そっちじゃない、そっちじゃない。当たれ、よし。まあうまいこと当たってくれるとね、助かるよね。こういうのもさ、まあ FPS じゃないけど、エイムみたいな感じの能力とかセンスとかが問われてくるんですかね。少なからずこっちは開かないので、まあ開いてる方に、のしのしと進んでいきましょう。邪魔なやつは別にね、その真剣にやっつける必要はないんで。なーになになになに、今どこに刺さったの。床か、床に刺さっちゃったのか。トラックバカしみ。大丈夫かな、俺食らってなかったかね。まあでも何にもないかな。まあここで別にそのなんかちょうど登れそうではあるけどね。まだこの時期のララさんではね、登ることはちょっと難しい。火薬効果これ難しいらしいので、今回は妥協してね、先に進みましょう。回り道、そしてグレネードランチャー、追い出ません。装備としてグレネードすごい強そうなので、早く使いたいですね。ショットガン、ダブルウージーのグレネードなので、ちょっと申し訳ないんですけども、これだよなやっぱり。でここは永久にグレネードランチャーでオブジェクトを破壊できる。破壊可能なオブジェクトに向けて、ああそういうのもあるのか。これどっちかな。で今強化状態なんで、マルチショットなんでダブル
ダブルバレルグレネードランチャー状態になってますね。いけませんね。開けと、あ、開けと、開きましたね。あれ、ちなみにさ、じゃあマルチバレル火炎放射器ってどうなってんの。ああ、これ恩恵受けてないかもしれないですね。ちょっとそれは残念なのかもしれない。ちなみにショットガンの弾がこれくらい、グレネードが、あー割と減るね。火炎放射器は減るよねっていう感じだよね。まあでもグレネードランチャーでね、全てを解決できる可能性出てきてるんで、全て解決しましょう。やはり暴力、暴力は全てを解決する。あー解決できるもんだって。連射が弱い、ちょっと連射弱いけど、一石三鳥、三鳥どころじゃねえんだよな、五六鳥なんだよな。あーカービィのピンボールもできる、あれはいい。ピンボールっていうとやっぱりゲーセン、昔のね旅館とかにピンボールとかってありましたけど、まあそれも楽しかったし、やっぱ Windows 初期の付録というかゲームでついてくるピンボール、あれもね面白いですよね。今も、今できんのかな、なんかフリーとか探せばあるかもしれない。おい新しい生命生まれるんじゃねえ、毒のそのなんか毒のお花みたいなものから。すげえな、毒から新しい生命生まれたらさ、やっぱその人の毒っていうか、その人は毒にはならないんだよね、ちゃんと体型がついてるから。強いな、強いっていうか、やっぱ吹き飛ぶ、やっぱさいいよねグレネードって。あの昔はあんまりねこう良しとしなかったんですけど、グレネードとかって最近は、最近っていうかもう結構ね時間経つとさ、すごいいいんだよね。なんだろうね、グレネードランチャーっていうのはいいよね。手投げじゃなくてグレネードをねちゃんと銃器としてボンって扱ってね吹き飛ばせるっていうのが、あの非常にいいんですよね。だから個人的にはこのショットガンとグレネードランチャーを合わせ持つ武器みたいなものがあるととってもいいんですけど、世の中そうそううまくいかなくて、こう開かないんですけど大丈夫ですか。ちょっと待ってね、まあ、多分これでまたピンボールスでいいわけでしょ。ちょっと難しすぎんやろ、この辺かな。いやこれはねすげえな、グレネードランチャーでゴルフするって。え、いやだってさ強弱とかあるでしょ。え、槍でもいける、もしかして槍とかさショットガンでも実は飛んでったりする弾、いかねえや、任せな。いやー、あ、おまけにゲージね下がっちゃってるんで一発単発式になってますね。本来あるべき姿のグレネードランチャーのゴルフ、いけいけいけ、やったー、クソムズなんですけど、これは何、テスカトリポカの3本の矢、折れないと思ってるでしょう。折れるんだな、これが。パワーボムプラスマルチショット。いやー何言ってるか分かんないのがね、ちょっと、ね、不安なんですけど、パワーボムっていうくらいだから、なんすかね、まあ基本的にパワーボムっていうと、まあ、プロレス技、ね、ノーザンライトボムとかいろいろありますけど、登れないですけど大丈夫か。こっちかな。よし。基本的にね持ち上げて背中から叩き落とすのが多分パワーボムだと思うんですけど、さらにマルチショット、まあ、マルチショットはね2つ3つ飛んでいくのでそれはいいんですけど、なんですかねパワーボムって、懐かしい、懐かしいじゃない楽しみだね。もん、あ、今ララさんがいるのがそこで、俺は今どっから来たんだ。もん目標、次の目標、あ、やべ、目標はよくわかんねえのか、どこ行こっか。
どこ行こうかじゃねえな。これ下から上にこう門2のところに行けばいいんだろうな。任せろ。多分大丈夫だと思う。こっちからこう行ってこう行っていくと、まあ敵が多分出てくると思うんで、それを目印にね。あ、ちょっとすごいそうなのが来てるじゃない。でも君もさ、ひるむんでしょこれで。おー、ちょちょちょ、ごめんごめん、ひるまねえ。あれ、すごいよこのゲーム。まずい。マルチショットしないとやっぱちょっと厳しいね。まとめて爆発するのは危ない。いいことなんだけど、まずい。弾は切れる。いっぱい来る。よいしょ。適当に当たりつけて爆発じゃまずいから、一応当たってるみたいだけど。あ、さあ弾がもう切れてる。まだやるかい。まだやると。やったか。やってない。よし、やったね。弾薬がなかなか厳しいし、すごいよ、あの毒のお花の、毒のつぼみっていうのかな、つぼみのあの数、死なせる気満々じゃん。ダークソウル並みじゃないですか。こっちも何かあんのか。お墓はないけどドクロがある。槍がさせない。ここからはどうかな。よっ、吸い込まれていくんだな、これが。あ、ちゃんと上に向かって光線を打つ、優秀だ。段差を利用した攻撃があまり有効に ならないかもしれないし、今俺はそこを当たったのはちょっと納得できないし、ここがまずい。どこだかわからない。あんまりぐる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 適当に動きすぎると迷子になっちゃうやるじゃん。ただでさえ大したね、土地の把握できないんだから。方向音痴、方向音痴にね、オープンワールドはなかなか手厳しいものがある。こんな回復の場所あったっけっていう、あったような気がしなくもない。回復はあるけれど、ああ弾薬もあるけど別に、ん？これは何だい？こんなはしごあったっけ？ああ知らない場所ですね。ここも知らない場所。知らない場所ばっかりだとちょっと大変ですね。ここ来たっけ？来てないになっちゃうんでね。お墓探索も結構ねやりたいので、結局ぐるっと回りたくはなっちゃうんですよね。まあ地図があるので、地図があるのでって言ったって、なんか別に墓のありかを示しているわけじゃないんだよね、この赤いのって。ただその地点を示しているだけで、まあ、一応読み込みで多分判定は動いているんだろうけど、これなあの弾何に使うんだろう。弾っていうか普通にあれかな、巻き込み事故を起こせばいいだけかな。どれくらいまで追ってくるのかなこいつが。下の、あ、ここが門で入れないからそこで開けましょうねってことなんだね。 OK。 時間は多分ねもうちょっとできると思っているんで、ここの謎解いたらちょっと時間ちょっと見てみようかな。毒のダメージを受けずに門を開け。なんだい？おい、だって迷路じゃん、迷路じゃん、迷路じゃんって。迷路はやだ。おまけにお前ショットガンでね、イチコロじゃない場合もあるけど、その時はこいつが死ぬ時でやる。悪いけどもう1対1だったら俺負けないよ。まず爆発に巻き込んでいく。爆発に巻き込んでいったのが敵だったというオチで、わっしょい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 ってやれば敵死にますので、わっしょいわっしょいって。そしてダメージを受けているのでリワードの獲得はできませんでした。何の成果も上げられませんでした。どこに行こうか。とりあえずまっすぐ進んでいけば大丈夫かな。まあ、そう見てもやっぱショットガンってすごく強いですよね。前に突っ込んで、はっ、
今俺受けちゃいけないダメージ受けたんだけど。わっしょいわっしょい。あ、もうこれ完璧だよね。これプレミアムだと多分ひるまないんで、やっぱショットガン相当優遇されてる。わっしょいわっしょい。見えてるかな俺。よし、相当近づかないと爆発はしないように見えるんだけど、近づいたか近づいてないかの判定も割と、あ、危ねえじゃねえ、普通に食らってるわ。わりかし厳しいよ。ん、これじゃないか。わっせ、やったか。一応この辺に槍投げとか。そこにグレネードがあるので、それで破壊しろってことか。あ、ここにも何かあるよ。あ、これがこうなって、は、あ、これをこうしてこうする。で、こっちもこうやってこうしろってこと。で、そこが開くので先進めるってことだね。多分ここ進んで終わりでもいいかな。まあ、多分時間的に余裕あると思うんで。2つ目でしょ確か。門って3つあるって言ってたんで、まあ今見られるか。28分やってるね。セーブとかしないんでカットの場面がほとんどないんですよね。あ、登れるからさ。登れないね、登れない、ごめんね。はい、あー、一網打尽。一石ね二鳥なんて生優しくはないぜ。一網打尽って言葉の方がよく似合うよ。先ねどんどん進みたいんだけどね、そうすると墓参りがおろそかになっちゃうっていうか、俺ちゃんとね、この墓にあんまりテーマがないんで、例えばこれ攻略サイトがあるのかどうかわかんないんだけど、ちゃんとね回りきれるかっていう、おえーとこなんですよね。どうしたララさん、そこ登れない。ほい、あ、登れるじゃない。何がいい。やっぱグレネードを、ショットガンの方がいいかな。ショットガンの方がね、やっぱ当たり広いんでいいんですよね。多少攻撃がね何ありだとしても全弾当てないと、一発の弾薬で多分 弾丸でね吹き飛んでると思うんですよ。それが強いよね。今回スコアチャレンジは結構ハード。そこに来たら俺食らっちゃうでしょ。はい、わっしょいわっしょい。お、まだやるかい。わっしょいわっしょいわっしょい。お、そろそろ死ぬか。あ、来ちゃった来ちゃった来ちゃった。あ、やべやべやべ、俺のコマンドが下ろった。死んだし、どこかタイミングがいいところでやめるにしてもね、切り上げるにしてもタイミングのいいところないとダメなんで。あ、でも槍でこいつら吹っ飛ぶんですよね。吹っ飛ぶところはね、やっぱあんまりこう弾丸の無駄遣いってちょっとできない、やりにくいので。ああ、もうこれ取ったからいいか。ここはなんだい、グラップル、え、こうか。ここはちょこうしてこうしてこうで上に登る。さあ、あんだってグラップルで。許されませんでした。グラップルで行くのは許されないので。あ、そこからなんだ。じゃ、とりあえず爆発だけさせちゃって、でチュッてやっといて食らう、食らって進む、ライフで受ける。どっから来る敵、見えません、まあ、多分どこでこれ区切ってもこの再スタートの場面からスタートできると思うので、自分がね、あ、キリがいいなと思ったらそこで止めりゃいいんですけどね。あー、あ、間が悪かった。俺は間が悪い男、そして追い詰められる男。追い詰められたって大丈夫さ、槍があればなんとかなる。
勝手に相手も爆発してるしね。よし、槍無敵だよな結構。でまた読み込んでるので俺が死ぬ可能性が非常に高いと。でこっちも正規ルートであり、あっちも正規ルートであると。基本的にねこの石という宝石がある方も回っていかないとお墓にたどり着け。なんだ、あーまた君か。ちょっと量が多いっけ。なんだ、あらまあ、あ、おいおい、ちょまずくないかこれ。ちょ早く行くねば。俺に今雷食らったみたい気がするけど、大丈夫か大丈夫か大丈夫か大丈夫そうですね。読み込みがねキビキビですけど、そしたら次あの門を開けるための寺院というか遺跡の中に入ったところで終わりにしさせてくれよ。邪魔もするんじゃない。燃えるか、たまにはトカゲの、トカゲの丸焼き美味しいといいな。ララさんは食いそうですけどね、何でも肉食系なんでね、多分ガチで肉食って。また君か、負けないよ。お、ゲージマックスなんでマルチショットプラスパワーボム。あ、パワーボムってこれかな。あ、でも終わってしまった。あ、おまけにグレネードでもちゃんとひるみますね、敵。まあ、お祭り状態になれば大丈夫でしょう。ちゃんとコンボっていうかはめれば、はめ殺しに定評があるのやっぱり、やっぱ永久だよね。なんでもさ、後ろからはダメ。お、しつこいよ。ちょっとダメージ結構与えてんだけど、どうだい。よし、さすがに無事ではいられまい。弾が切れた。まあでもさ、弾切れてじゃあしょうがないから槍使うねっていう時の槍がすげえ強いからさ、なんだろう、まあしょうがないねっていう気になるよね。全然ごめん、高低差考えてなかった。でここ入れますね。 OK、 よし、じゃあ今回はこれで一旦区切ろっか。またいっぱい出てくるんだろうな。